時刻は3時になりました。マジカルラブリーのオールナイトニッポンゼロの時間ですが、まずは気象に関するニュースをお伝えします。日本放送内田アナウンサーお願いします。はい、お伝えします。停滞する前線の影響で明日にかけて西日本を中心に北日本までの広い範囲で大雨になり、さらに前線は来週にかけて本州付近に停滞するとみられ、総雨量がさらに増える恐れがあります。気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに、川の増水や氾濫、それに低い土地の浸水に警戒するよう呼びかけています。気象庁は富山県氷見市付近で昨日午後11時30分までの1時間におよそ100ミリの猛烈な雨が降ったとみられると発表しました。気象庁は数年に1回程度しか発生しないような短い時間の大雨だとして、記録的短時間大雨情報を発表し、安全の確保を呼びかけています。気象庁によりますと、今日午後6時までの24時間に予想される雨の量は、いずれも多いところで九州北部で300ミリ、九州南部と四国、中国地方で250ミリ、近畿、東海、関東甲信で200ミリ、それに北陸と東北で120ミリです。特に熊本県では、明日正午までの2日間の総降水量が500ミリから600ミリと、8月の1ヶ月に降る雨の量のおよそ2倍に達する恐れがあります。また5段階の警戒レベルのうち最も高いレベル5に相当する緊急安全確保が現在も熊本県菊池市の一部と和水町の全域に出されています。その他レベル4に相当する避難指示が青森県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、鹿児島県のそれぞれ一部に、さらにレベル4の土砂災害警戒情報が新潟県、富山県、石川県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、鹿児島県のそれぞれ一部に出されています。地元の自治体から発表される情報に注意してください。ただし夜になって暗い中慌てて外へ出るのは危険です。1階よりも2階、3階など今いる建物の中でより高い場所へ避難してください。以上、大雨に関する情報をお伝えしました。ありがとうございました。マジカルラブリーのオールナイトニッポンゼロ。こんばんは、村上です。呼び村上です。マジカルラブリーです。お願いします。ナインティナインの岡村さん、矢部さん、お疲れ様でした。お疲れ様。毎週木曜日のオールナイトニッポンゼロは我々マジカルラブリーがお送りしています。お願いします。お願いいたします。と野田さん、はい、とんでもないニュースが、大ニュース、大ニュースでございますね。ああ、ちょっと聞いてもいいですか。マッチョダークホースが現れたそうですよ。キリン枠、とんでもないキリン枠です。マッチョのキリン枠が現れたそうですよ。そんなわけない。今更もうダークホースできりましたよ。もうちょっとじゃあ報告させていただきますね。はい、きんに君さんの YouTube で、はい、ある方がベンチ対決をしたと、はい、なんと120キロを上げた方がいると、はい、それは、要はマッチョとして浸透してない方ですか。はい、じゃあまあどうでしょうね。そこまでは皆さんイメージないかもしれませんね。すごいことですよ。120キロ、筋肉さんより重いものを上げれるっていう感覚はないんじゃないですか、ね、なるほど。いいですか、大発表。大発表お願いします。ケンコバさんです。来ました。ダークホース、キリン枠。とんでもない。ケンコバさん、まさか120キロ上げるとは。嘘だろうと。
とんでもないですね。すごいことですよ、筋肉さんに勝つっていう、はい、筋肉さんに勝つレベルのマッチョなのに言わないっていうのは、うんうん、そうですね、あんまりこのマッチョキャラ押してないですから。変態ですね。変態キャラは押してるんですけど、うん、そういう意味の変態だとは思いませんでしたね、はい、言わないっていうね、期待というかっこいい方の変態でした。やっぱそのテレビとかでマッチョのこと言われても、はい、なんかボケてこう話をそらすんですよね、はい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 、あの人はすごいですよ、うん、で、まあ、実際ぶっちゃけ僕はすごい筋肉話をするんです、ケンコバさんと。あ、知ってはいたんですよ、あなたは。ケンコバさんはこれやるぞと。やっぱりその実はですね、ケンコバさんと僕はちょっと思想が同じなんです、はい、これすごい世にも珍しいことなんですよ。何ですか、思想って。世にも珍しいことが起きてるんですよ。そんな思想のマッチョはいないってこと？あの、うん、基本的にはですよ、はい、マッチョ、芸人のマッチョは、うん、まあ脱いで、はい、マッチョじゃねえかと、まあ、すげえマッチョだなと。もう脱ぎたくてしょうがないもんね。脱ぎたくて仕方ない奴らが集まりですよ、はい、うん、その中で、まあ、基本的にはだから体がよりマッチョに見えるように鍛えるわけですよ。ああ、はいはいはい、胸だけたくさん鍛えたり、腕だけめっちゃ太くしたりとか。まあやっぱりね、マッチョって言ったら胸動くんですかみたいな話になるからね、やっぱり。でどんどん脂肪も落として、うん、くっきりとしたマッチョに見せるんですよ、うん、でプロテインって言いたいでしょ。プロテインって言ってマッチョマッチョっつって、大喜利の答えも全部プロテインですよ。ココア味っつって。ココア味も出た出た。安い早いマッチョ。そうなってしまうところをね、うん、そういうなってしまうところで、うん、基本的にはそうです。だってそっちの方が仕事が増えるんですから、マッチョとして呼ばれるんですから。そうです、はい、仕事のためにやってる方がね、いらっしゃる。これ世にも珍しいマッチョがまた現れました、はい、ただ重いもの持ちたいだと。現れました。嬉しいです、僕は。ケンコバさんの誕生。あなたもそうなんですね、まあ、僕はよく言ってるじゃないですか、まあ、ただ重いものを持ちたいだけど。でもあなたは一応ただ重いものを持ちたいから始まって、一応仕事として、ね、脱いだりするから、そうです、マッチョっぽくはしてるわけでしょ、一応ボディメイクの知識も得て、食事も知識も得て、カットを入れるってやつでしょ。カット、まあ、脂肪落として筋肉を大きく見せる、うん、技術も一応勉強しましたけど、影ができるようにね、そうそうそう、してるんですよね、はい、うん、それをもうケンコバさん無視で、うん、ただただ重いものを、昨日よりも重いものを持ちたいっていう。小学生嬉しい。本質的にはあなたよりもマッチョかもしれないですよね。心と気にはもう純粋なるマッチョかもしれないです、ね、うん、すごいですよね。ストロングマンですね、要は、ストロングマン、ストロングマンコンテストっていう海外でもうただ重いものを持つだけの大会があるんですよ、うん、樽みたいなやつ持ってるやつ、樽とか、なんかすごいでっかいなんか丸い石を高いところに置くとか。まあ確かにそれはもうマッチョ、面白大会があるんですよ、面白大会ってあなたが言っちゃっていいんですか。面白大会とか見てほしいです、うん、本当にすごい大迫力なんで、それの体型にそっくり、デブたちが、デブのデブマッチョ、本当にカットとか気にしない、うん、ただ体をでかくして、よりもう重量の制限とかないんで、うん、階級がないんで、でかくて筋肉が大きければいいんですよ、うん、で純粋にですよ、はい、重いものを持ちたい場合、間違いなくカットなんてしちゃいけないんですよね。まあ弱まるは弱まるんですか、若干、弱まるというか、うん、その日に鍛えた筋肉、うん、の疲労分だけやっぱタンパク質取んなきゃいけないんで、うん、それをもう取りこぼさず、あと炭水化物とかも必要なんですよ、実は、うん、あーはーはー、筋肉鍛えるんで。なるほどね、うん、それ全部取り込んだ方がいいんですよ、本当。もう全部取り込んだのがあの体型、あの体型なんですよ、一番強い状態。ケンコバさんで、うん、これ恐ろしいことにですね、はい、僕と話す時は、はい、あのベンチプレスの話をしないというか、ベンチプレス否定派なんですよ、ケンコバさんって。ベンチプレスではそんな鍛わらんぞってこと、あんま意味ないんじゃないって言ってるってこと。男なら、うん、ベンチなんてやらずスクワットだけやっときゃいいんだっていう。おー、ちょっとそのかっこよさはわからないけども、かっこいいの、それは。かっこいいです。かっこいい。ね、ちょっとまあ語弊もあるんですけど、うん、まあ一言で言うと、うん、ベンチはちょっとやっぱ、うん、まあ人に見せるよというか、やってますよ、やってますよ。でよくさ、要は単純にさ、うん、ベンチ何キロって言っちゃ、聞いちゃうじゃん、うん、ベンチプレス何キロ、確かにそのボディービルのトレーニングといえばあれをイメージしちゃうね、う、寝っ転がって、うん、上に上げてるっていうね。あれはまあ要は、うん、なんつうの、胸を、うん、胸と腕が鍛えられるのよ、うん、ってことはもうここ胸と腕さえ大きくなっちまえば、うん、マッチョに見えんのよ。まあそう、正直言うとね、だね、そのビキニパンツで現れるってことはなかなかないから、ね、ないから、あそこだけ鍛えておけば、うん、もうマッチョなのよ、うん、それをやっぱ否定して、うん、
足をとにかく鍛えてて、うん、腕鍛えないとでも重いものはこう持てないというか、これも難しいんだけど、基本的にスクワットも要は背中に背負って重いものをどんどん増やしていくのね、うん、で基本的に物を持つっていう時はこの重心の体使うから、まあ、背筋とか言うもんね。そうそうそう、だから物を重いものを持つ時っていうのはもう基本的に腕の力じゃなくて、うん、もう体の力使うんで、中心のベンチプレスは背も腕でいけるんですか、あれは。胸と腕だね。胸と腕でいけちゃうんだね。そうそう。ってことはケンコバさんが本当にその重いものを、下に置いてあるものを持つだったらもっとすごいかもしれない。そうだね。だから逆にスクワットとかそういうの捨ててベンチだけやったらもっと上がってんじゃない、うん、あなたはベンチどのぐらいなんだっけ。僕150までえ、筋肉君とそんなに差があるんですか、筋肉君さんと。僕は筋肉君さん120キロ失敗してますよ。僕はもうやりすぎたんですよ、うん、ベンチ150、スクワット190、デッドリフト230っていうちょっとすごい記録出たんですよ、うん、全部ね、はい、だそれはもう俺はすごいそれだけをやろうと思ったから。あ、なるほどね。でもケンコバさんも、うん、いやそんな人芸人で現れないと思ってたから、うん、抜かれる可能性ある、全然ある。でケンコバさんやっぱ向上心の塊だから。ケンコバさんなんか後輩なんですか、そのマッチョに関しては。うん、後輩。あのクリスタルジム作ってたじゃん、うん、それで、うん、ケンコバさんにやっぱ報告したのよ、うん、ちょっとジム作りましたっつったら、うん、わ野田にスクワットのフォーム見てもらいたいんやっつって向上心の塊なのよ。生徒になる可能性、生徒になる可能性ケンコバさんが。あ、そうなんだね。向上心のやる気もあるし、もともとでも力はありそうではあったけど、体型はね、うん、こんなにできるんだっていう感じですよね。あ、やっぱストロングマン体型ってたくさんいるから、うん、それもっとやってほしい。そういう人はね、います。こいつ強そうだなみたいなやつもいるんですか。いるね。誰ですか。おかずクラブとかね強そう。ただちょっと太ってるだけじゃないですか、あれは。いや、なんか強そう。強そう、うん、どちらですか。ユイピー。ユイピーですね。ユイピーががっつり重いものも、はい、丸石持ってる姿想像できる。確かにちょっとそういう人の表情してるよね。るこのクッとこう目がこう力あって、強い強さっていうか。あ、いいですね、うん、あ、じゃあユイピーとかクリスタルジム通わしたらいいんじゃないですか。あの人なんかすごい痩せたい痩せたいってめちゃくちゃ言ってますよ。痩せさせない。痩せさせない、強くさせる。あの体のまま重いものが持てるようです強ピー。いや、それ女の子だから強ピーになって、強ピーになって、わかんない、それを求めてるか知らないけど、あの人が。あ、いいですよ。そうなんです、いるんですね。ケンコバさんね、ベンチの自己ベスト125キロだそうで。いや、だから全然まだ伸びるでしょうね。いや、これ25キロ、あなたと25キロの差があるわけじゃないですか。その最高記録は。25キロってのはもう相当な差なんですか。これはもう一朝一夕じゃもう埋まらないんですか。ああ、確かにね、25ってなんか、25刻みでちょっとランク1個上がってる感じするね。なんかカードバトルみたいなやつの、言ってしまえばランクが1個上がるみたいなのが25キロぐらい。じゃあ、もう A と B ぐらい差がある。そうね。だから100、要はこれの25キロマイナスが100キロじゃん。100キロはなんかその筋トレ、まあみんなが一般的な目標の達成するのが100キロ。そっから25また増やすやつはちょっと変。上級を意識してる。上級してる。世界記録みたいなやつ知ってんの？知らない？日本人の、小玉選手っていう人がいて、小玉選手はもう本当アスリートになっちゃうんだ、そこまでいくと、うん、300キロかなえ、じゃあもう25刻みでいったらもうアルファベット足らないのよ、うん、あなたがだからもう D とか E とかな、そのランクで言うと。そうそうそう、まだまだ全然じゃん。全然よ、300キロってもう嘘、ピアノ、グランドピアノっていうグランドピアノ上げ下げしちゃってるあ、先は長いですね。先は長いですよ。このあなたはもう30半ばですけど、その、うん、で年齢とかはそこまで関係ないですか。この年からでも300目指そうと思えば目指せる。いける、パワーリフティングは意外にいけるね。あ、そうなんだ。走るとか飛ぶよりかは行きやすいものかもしれない、うん、目指してるの300。だ俺ベンチプレス、あ、だからこれ言ってないけど、俺ベンチプレスやんなくなったのよ、もう。その時間がなくて、トレーニングを絞んなくちゃいけなくて今、うん、それで結果もうベンチプレスをやらずに、うん、だから俺多分分かんないけど、うん、来年ぐらいなんか変な体になってるかもしれない、見た目が。どこをやってるんですか今。足と背中とこの僧帽筋っていうその首の横の筋肉がどんどん鍛えられるから、うん、すごいこの猫背みたいな感じになってる。そうだね。で胸がもうさらっとないちょっと腕が細いやと、腕が細くなって胸板が薄くなっていったけど、亀みたいな要するに、え、甲羅背負ってんのかな、あの人って。なるってこと。なると思う
あのワンピースの猫背のやつみたいな。いるよね、うん、腹切られても平気なみたいな。そのあのな、あれだよね、あの、うん、ウソップのとこの、あの辺の、そうそうそう、そうだね、違うな、うん、なんかあるよね、あのやつみたいになると。やめてよ、亀は亀は恥ずいって。タートルズやっていこうぜ。タートルズやんなきゃいけないんだよ。ピザ食って、ピザ食ってさ。え、下水に住んで、下水に住んで実践みたいに思ってた。いやだよ、あの目だけくり抜かれた、あのなんかハチマキみたいなやつ。おもろそうだな、それはそれで。それはそれ、全身緑色になるから。ネズミの師匠、緑色にはならねえ。緑、完全緑色になるから。うん、いいじゃん、あの鍛わったら背中も割れるから甲羅みたいになってくるんですかね。もしかしたらね、もしかしたら鍛えに鍛えすぎたら甲羅みたいになってくるのかもしれない。網みたいに。あと分かんないけど、うん、なんか洗えてない場所とか増えそう、背中。あ、もう手が届かなくなっちゃう。溝とかもさ、あるから背中が膨らみすぎても溝とかもあるじゃん、多分。だから本当にあの毛の長いたわしみたいなやつで背中洗ったら。それやってもらうかもしれない、背中洗車みたいな。甲羅を洗うやつでさ、なんかこうなんかかき分けてね、肉を。ほこりとかね、取ってもらう、ね、回転するやつみたいな、なんかタイルとかを掃除するさ、ドゥルルって回転するたわしみたいなやつね。もうだ、亀じゃん、亀。亀の甲羅掃除するやつみたいな、たわしで、歯ブラシとかでね、擦るもんね、擦る、ね、亀のね、あれをやってもらうことになるかもしれない、みんなに。こうして痒くなってきたからさ、つって。で、その危なくなったら筋肉の中に隠れて、隠れて、ひょいって、やり過ごす。滑りすぎたらね、滑りすぎたら、ね、水も変えてもらって。どこ住んでんの、どこ住んでんの、なんだ水って。草も、水草とかもどこに住んでんだっ、変えてくんないと病気になっちゃうからさ。どこに住んでんだって、なんで水辺に住み出すんだ。乗ってもいいから、登場、登場も、もう乗っちゃっていい、乗っちゃっていい、で四つん這いで。ゆっくりゆっくり登場、卵産んで泣いて、卵産んで泣いて。いいですよ、うん、本当カメまではやめてくださいね。分かんない、でもどういう体験になってるか、俺はもう未知数なんだ、はい、もう舞台、もう漫才とかがブレるんでやめてくださいね。本当にね、ということで、もうね、ケンコバさんに負けないようにね、うん、やってほしいですね。そうですね、駒場も言ってないですからね、結構あんま押してない、最近押してない芸人多いですね。言わない、確かに駒場さんって言わないか。マッチョをネタに使ってない芸人の中で、そうだよ ね、 使ってないよね、一番使ってないかな、駒場が。だからこの間、マッチョで作りなさいって言われて作ってたけどね、うん、それ以外だったら、まあ、自ら選びはしないもんね。そうだね、あれも、ね、それ考えるとやっぱかっこいいですね、ケンコバさんも駒場さんもね。渋いですよ、駒場なんて。あなた結構ね、マッチョ使いますからね、うん、俺マッチョガンガン使ってくね。漫才もね、マッチョパス診断テストみたいなやつがやったし、ね、あ、やったね、やったしね。なんだったらもう M1 でマッチョに脱いでるわけだから。そうだね、いざとなった時脱ぎたくてしょうがない、うん、伝えたくてしょうがない、俺を見てくださいっていう。M1 の決勝で最下位取って、うん、苦しまりリレーにやったことが、うん、俺は服を脱ぐだったじゃん、うん、で片やもう服も脱がずちゃんとスーツ着込んで優勝したのがミルクボーイ熊原。すごい差を感じます。結構2ランク3ランクぐらいの差を感じます。しっかり漫才だと言われ、うん、しっかり漫才だと言われ、うん、強いですね。やっぱさすがですよ、ミルクボーイ、うん、ただもう、うん、ミルクボーイっていうコンビニはちょっと怪しい感じになってきますけどね、やっぱね、ちょっとマッチョ。どういうことですか、ミルクボーイ、うん、マッチョ、マッチョに関係あるんですか。いや、まあ、マッチョっていうか、まあ、どうしもネタの可能性もある、ね。いや、そうは思わないですよ、僕は。あなただけですよ、それを言ってんのは。僕は全く思わない、それは。俺、それは実は限りにあんじゃねえかと思っちゃってるから、本当、そこは申し訳ないわ。その向こうは、その、そういう裏があるのに、うん、どうもミルクボーイですって言ってるのを楽しんでるってこと？それを気づかずに、うん、みんなミルクボーイ、ミルクボーイって言って、うん、ミルクボーイ好き、ミルクボーイ大好き、面白い。大好きって言ってるのを見て興奮してるのが、うん、駒場かもしれない。クソ変態じゃない、超変態、クソ変態じゃない。下ネタとマッチョを隠してる。下ネタというかド変態の ド変態部分を隠してるかもしれないよ。だまあすどうなんだろうね。いやでもマッチョは隠してはいるけど出てはいるじゃん。腕パンパンとかはさ、逆に言うと大会出てるからね、駒場。あ、そうだよね、うん、あ、だからそうそう、まあやってはいるけども、まあ自分からは言わないよってやっぱ一番かっこいいよね。まあゲームは使いませんっていうシンプルな、うん、それになってください、あなたも。俺、うん、いやでも今それに近づいちゃってるから、要は亀になってるわけだから。亀になったらさすがに俺塗りたくはなくなるだろうから。横向かなきゃ分かんない。
だからわーって脱いで全然マッチョじゃねえじゃねえかよっつって、うん、おい横向いて横向いてっつって振ってもらって横向いて、おい亀じゃねえか、亀じゃねえか、おい亀じゃねえか、おい、おいどこ行くんだよ、帰るな海にいいです、まあ、頑張ってください。駒場さんには負けないように、ね、はい、一応ね、あなたはね、あの1位を目指したいわけですからね、そうですよ、頑張っていただきたいですね、うん、そういえばあれですね、昨日かな、昨日あれね、オンエアされてましたね、水曜日のダウンタウン、はい、野田クリスタル選手権ね、見てくださいましたかね、皆さん、ね、光栄ですね、本当にね、電車の中、揺れる路線の電車にこうお立ち台みたいに立てて、うん、そこにこう立ってね、動かずに入れるかみたいなね、うんうん、なんかちょっと釣り革のあのネタが一個なんかこうゴール迎えた感じでしたよ ね、 なんかね、そうだね、あれね、うん、あんな風に扱ってくれたらね、いいですけど、野田さん、うん、本当にひどかったですよ。あれってでもまず言い訳させて、はい、僕はもう知ってるからちょっと見てられなかったです、うん、であと松本さんにもこのすごいこう芯、うん、を食った辛辣なコメントをね、うん、いただいてるんで、まあ、まず言わせてもらうと、はい、まず言ってください、はい、オールナイト日本割りだったんですよ、まずねそのまま、あなた結構よくこの番組のせいにしますよね、うん、この番組が俺を狂わした、うん、弱くさして、弱くさしまあでも、うん、そうだね、そもそも俺はまあ言ってしまえば三半規管がとてつもなく弱いで、うん、まあ、話してますけど、人よりも揺れるから酔うんだからってことで、でも揺れちゃってんだね、だからそのでもあんま言わなかったけど、うん、そもそも野田クリスタル選手権だったらそれが正解なのは間違いないんですけども、まあそうだね、釣り革で捕まらなくて ぐるぐるになってるっていうネタではあるから、そう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 、まあそう、あ、そうですね、言っちゃえばあれですね、一駅持たなかったんですよね、一駅持ってない、ね、それが、うん、一駅持たずに、変な、手すりみたいな棒を持って棒に捕まって、うん、終わりブラーンってなって、うん、うわーってなって終わっちゃったんですよね、裏でもどうしますこれってなってスタッフさんが、どうします、もう一回でももう一回できないんだよな、うん、これ普通に走ってるやつだからって、ね、普通に走ってるやつだから戻れもしないし、戻れもしないし、うん、とんでもない空気でしたね、なりましたね、うん、バス、まあ、それファーストステージが電車の中で、まあ、揺れに耐えるというので、それで、うん、そう、なんと問題はねセカンドステージなんですね、セカンドステージ、まあ、その前でもその要は吉川さん、うん、ダーリンハニーの吉川さん、ダーリンハニーの吉川さん、鉄道大好き芸人のね、うん、最初から最後まで乗り切って、乗り切ってね、すごかったですよね、本当に多分疲れたと思いますね、うん、本当に高尾山登って降りるぐらいの疲れがあったらあったと思います、うん、はい、足ガクガクになってたからね、ガクガクでした、ね、うん、そのまま何も聞かされずに、うん、車に乗せられ、うん、怪しいなとは思ったんですよ、うん、なんか怪しい、ここら辺どう見ても電車ないなと思って、結構僕は想定するんですよ、うん、まあ要は乗り物には乗るんだろうなと、何か、うん、その場合どういう、だから俺はもう足震えてました、何かある、この先もう次の乗るものはただじゃ済まないんだろうなっていう、船かもしれんもあるよ、ね、ワンチャン船、うん、か飛行機か、うん、あ、セスナ的な、セスナ的なものか、あ、確かにセスナ的なあれもあるね、で、うん、あのバイクが見えたんですよ最初、あの場所でセカンドステージに行ったらバイクが、バイクってなって、あ、引きずられるんだと思ったんですよロープに縛られて、で俺不思議なもんで、うん、あ、よかったと思ったんですよ、あ、そ、なるほどね、これは酔わないから多分、うん、また違うもんね、ちょっと、ね、これ痛いだけだから、うん、あ、じゃあよかったと思ってなんかそのあれじゃないですか、江戸とかの刑罰じゃなかったですか、そうそう、刑罰で市中引き回しみたいなやつ、うん、でなんかどんだけ立ってられるかで、うん、一瞬で引きずられて終わるっていうやつかと思ったんですよ、うん、あ、なるほどね、うわーって終わるやつだと思ったかと思って、うん、うわ、助かった、痛いだけじゃんと思って、うん、なってそしたらなんか全然関係ない団体っていうか、うん、関係なかったんですよバイクが、あ、そう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 、うん、結局、うん、なんかオフロード的なコースがいくつもある場所だったのね、うん、別のとこ走りに来たバイクの方がいましたね、たくさんね、で、うん、とりあえず歩いてって、うん、見たら、うん、バスがあったわけですよ、うん、バス走ってましたね、僕もうすぐちょっと手挙げて、すいませんちょっと、はい、ちょっとすいません、ちょっとアネロン1個おいアネロン、おいアネロン1個飲んで、30分経たないと効かないんで、
もう遅延行為しまくって、ね、飲んでオープニング始まってからだいぶカットされてますけど、だいぶ遅延行為されてましたね。僕はもう30分待たないと聞かないんで、だらだら長々なんか語ったりと ったりとかして今疲れがどのぐらいあるだなんだ語ったりとかね。で30分間遅延行為をして、うん、乗りまして、はい、いやであれの、うん、やっぱまあ採点方式がやっぱいろいろあって、うん、まあ、手ついたらダメとか、うん、まあ、体座ったらダメとか椅子にあった、ね、で床に転げ落ちたらダメとか、うん、壁にもたれかかったらダメ、うん、でファーストステージの、順位に応じて得点があって、それを減点方式でやったんだね、うんうん、そこで、うん、まあ僕と庄司さんはまあ転げ回るっていうのがあって、うんうん、まあ、本当転倒マイナス30ポイントとか、ね、うん、着席マイナス15ポイント何回も重ねてね、はい、うん、でそんな中オラキオさんですよ。オラキオさん優勝しましたからね、はい、うん、本当にあの良くない勝ち方やめろよあんま何ですか、それカットされてましたからいいんですよ別に。そうですよね、うんうん、僕も分かりますけど、ずっとお前にさ、うん、これはセーフって言ってるなんかこれはどうなのとかずっと聞いてて知らんだろうお前もって、村上も知ら、別に村上がルール決めてるわけじゃない。僕は一応ホイッスルをね首から下げて審判みたいに入ってますけど、うん、知らないんですよ、うん、僕もその第二ステージがあるのも知らなかったんですから当日ま で、はい、でいざ見たら、うん、もう一番減点の点数が低い、うん、接触接触マイナス5ポイント5ポイント、うん、全部それで終わらすっていう、うん勝ちにいってんじゃん。実際何をしたんですか。私別に接触はいいじゃないですか、揺れて手すりを触って耐えるって、これは接触マイナス5ポイントってこれいいじゃないですか、はい、なんか足でなんか足を引っ掛けれる場所があって、それでなんか体が固定できる場所を見つけたんですよ要はね、なんていうのかな、あのねバスの壁みたいなもう完全に動かないところにこの足をね足かけて鍵を買うみたいな感じ、鍵をかけるみたいな感じで、うん、もう突っ張り棒みたいにねグッて入れちゃって、入れちゃって、うん、いやすごい、まあ確かにか、まあ、発見だけどさ、うん、それってさ、うん、じゃそれで全部行ったらまあ面白いかもしれないけど、うん、そっから普通にそこから外れちゃって、うん、それ以降なんとか点数減らないように、うん、手で体を支えまくって、うん、減点が最小に収まるようにするっていう恐ろしい勝ち方いやだまあそのオラキオさん的にはまあそのゴロゴロ転がるのもあったし、まあそのそうやってちょ少なめで勝つっていうのをやってくれたのよ、その番組野田クリスタル選手権だぞ高選手見たことないんか賞金とかないのにさいやすごい、だまた呼ばれたいってずっと言ってたから、優勝したらまた呼ばれるっていう頭だから、なんとかして優勝すればいいって思ってたの、オラキオさんは。恐ろしいって、もう、転げ回ってほしいのよ。うん、案の定、むちゃくちゃカットされてました。カットされてましたね。うん、で、面白かったですね。いや、よかったですよ、うん。楽しかったですね。でもやっぱそのね、あの松本さんがやっぱりさ、電車でね、その、うん、アウトになるなら転がれよっていうようなことを言われてましたから、うん、その辺はもうちょっとどうなってるんですか野田さん。あれはもうマジすぎたってことですか。最初ですか。最初電車、うん。電車ね。やばっていう気持ちが強すぎてそれどころじゃなかったってことですか。ああまさかここで負けるとは思わなかったのも当然あるけども、うん、ああちょっとねやっぱその小湊鉄道さんもやっぱ結構古めの電車だったもんですから、うん、椅子が硬いんですよ、まあ、ちょっとね、はいはいはい、うん、椅子が硬めだったんですよ、うん、あんなまま行ってオラキオさんケツ打っていたってで、ね、そう、うん、前の方に倒れたじゃないですか。前の方でしたね、うん、ちょっと脳震盪あるなと思って意外支えましたね。ケツの方から行けば座れるかなと思ったんですよ。それはね、オラキオさんやってましたけど、前の方に行った場合、うん、このまま行った場合ちょっとワンチャンなんかあるかもなって思ってしまったのが一瞬よぎったっていうのがありましたね。窓に頭から行って割れちゃうとかそうないんですか、そういう。うん、いやそれ OK だったらするかもしれないよね引いちゃうか、さすがに引いちゃうかもしれないから、血だらけで僕の隣に帰ってくるっていうのはやっぱさすがにちょっと引いちゃうかもしれないまあまあまあ、うん、まあでもなんか小湊鉄道は厳密には何でしょう、電車じゃなかったんだっけ、なんかそれを語ってましたよね。バスみたいな、バスに近いんですかね、厳密に言うと、うん、なんかそう電車ではないんだよね、電気じゃない、電気で通ってないって、うんうん、らしいですね、うん、
そういう知識もたくさん語ってましたね。うん、このカーブが終わったら左に湖が見えますよとかね、うん、吉川さんが言ってくれてましたけど、全部なかったです。全部なかったですね。こんな冷たいんだと思って。野田クリスタル選手権にはそういらない情報なんで。あと駅に泊まるごとに車掌さんの真似めっちゃしてくれてたじゃないですか。出してましたね。何にもなかったです。うん、野田クリスタル選手権なんで、うん、電車の車掌選手権じゃないんで、うん、人が大きめに痛い目に遭ってる姿のみを放送してたんで、うん、それが水曜日のダウンタウンですか。やっぱそうです、醍醐味ですか、やっぱ水曜日の。ドッキリにする意味もちょっと分かんないですから。分かんないです、うん、第2ステージを隠す意味もよく分かんないですから、うん、あらかじめ知ってたとしてももう対策練りようがないんで、うん、そう変わらないのにやっぱ一応隠してくるっていうね、うんうん、まあまあ楽しかったです、ね、面白かったです。やっぱ、うん、僕6回乗ってますからね。そう改めて僕の弱なさにびっくりしてますよ、うん、でも弱ない僕ですら気持ち悪くなりましたから。あ、カメラマンさんも乗ってたんだっけ。そうなってたんですよ。あれさすがにやっぱきついね、うん、そうあれはちょっとねびっくりしちゃうね。ええ審査員村上ロケに乗るんですかみたいな、うん、僕もビビっちゃう、はい、これに僕は事前に言われてて、そこでだいぶ食い下がりましたけど、無理だったんでね。さらにやっぱ乗ってんのやっぱスタッフさんが、うん、テストしまくってるっていうね、あれをね。いや、そうだね、それ、怪我しないかとかね。怪我しないかとか、やばいよ、あれ。いや、嬉しい。でも僕もやっぱ6回乗ったのをね、やっぱりその松本さんとかにね、こう、その、お前大変だったな、みたいに言ってくれても、それだけで本当に報われましたんでね。うん。いいですね、ちゃんと見てくれてますか。本当ですよね、そこですよね。さあ、というわけで、まあ、いろいろ話してきましたけども、一応、ちょっともう時間もあれですけど、ちょっと飯情報が一つありまして、あ、もうこの番組は飯飯ラジオに、はい、飯情報がちょっとありまして、はい、ファミチキがお値段そのままで 40% 増量中でございます。そうだろう、40%。もう時間ないでさらっといかしてください。これとんでもないバフかかってるじゃん、40%って。いや、ないよ普通。チートです。チートじゃん、5秒しかかかんないバフよ。ファミチキ、ファミチキのチートです。5分かかった時のバフのやつ、効果のお値段そのままで 40% 増量するチートです、はい、とんでもないことでございます、はい。ファミリーマートが、ね、40周年記念ということで、やってくれてるらしいですよ。ファミチキのみですか、これ。いろんなホットスナップ。ファミチキのみじゃなくて、もうほぼ全部。スパイシーチキンもですか。スパイシーチキンもじゃないですか、そりゃ。マジか。あなたは何食べるんですか。スパイシーチキン。スパイシーチキンを行く人ですね。スパイシーチキンすごいな。それどうすごいことじゃないですか。だって分かんないし、工場の生産とかするわけじゃないですか。生産ラインも全て変えてるんですかね。変えてるとか、もうあらかじめこれを想定してるのか。大きさを変えパパってこう数字をこう入力したら 40% 増量にできるような機械なのかね。袋とかどうしてるんですかね。はみ出ちゃってるの。はみ出ちゃって、だってさ、折り曲げる遊びがさ少なくなってますよ、うん、多分。いや本当だよな。横に 40% 縦に 40% 分厚くなってるかも。どうなってんの。丸くなってるかもしれない。どうもう金塊みたいな。もうどうなってんのこれ。ちょっとこれ行きましょう、ね、耳こう、うん、後でつくね。私つくねを食べる。つくね 40% 増量中。つくね3個、玉が3つ串に刺さってる状態なんですから。どうなってるんですかね。2個増えてんじゃない。4個になってるの。4個でかい3つ何どうなってんのみんな。走ってその一回見に来て、うん、聞きながらよ。焼き鳥とかは違うか。ホットスナックになんないか。ホットスナック焼き鳥も 40% 増量。走ってみんな聞きながら聞きながらなんか走って情報得てぜひ、うん、早く、うんうん、お願いいたします。というわけでじゃあもう行きましょうかね、はい。生放送ですので皆さんメールでご参加ください。受付メールアドレスは ml@allnightnippon.com ml@allnightnippon.com です。ツイッターのハッシュタグはハッシュタグマジラブ ANN0 チに点々の字でございます。この番組はスマートフォンアプリのミクチャーでも東京千代田区有楽町日本放送第3スタジオのライブ映像とともに同時生配信でお届けしています、うん。さらに放送終了後にはミクチャ限定のアフタートークも生配信。ミクチャのアプリをダウンロードしてオールナイトニッポンゼロのアカウントをフォローするだけで誰でも簡単に無料で見られます、ね。オールナイトニッポンゼロをぜひミクチャでもお楽しみください、うん。ということでマジカルラブリーのオールナイトニッポンゼロぜひ最後までお付き合いください。ではここで一曲、スーパーセルで君の知らない物語。出た。いつ番組ではラジオを聴いてくれているあなたからのメールを募集しています。受付メールアドレスはすべてアルファベットで ml@allnightnippon.com ml@allnightnippon.com マジカルラブリーの頭文字を取って ml となってます。ツイッターはマジラブ ANN0 でたくさんつぶやいてください。字はカタカナの地に点々です。いっぱいのメールが欲しいかも。マジカルラブリーのオールナイトニッポンゼロ。
村上、飽き果てるまで食らわせつつも足りぬパーソナリティであれ。御意、マジカルラブリーのオールナイトニッポンゼロ、エチエチラジオです。この時間はマジカルラブリーのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。メール、ね、ラジオネームマイツル、はい、野田さんが変態だと睨む駒場さんですが、以前ネット番組で小島瑠璃子さんのセクシーなグラビアの写真を見て、まず最初に肩の筋肉を褒めていました。駒場さんって童貞なんですか？変態感、変態感すごいよね。やっぱその筋肉褒めたらすごい嫌だろうね、その女の子。小じるりさんちょっとね、マッチョ関係で一回あんま好きじゃなさそうなんですね。ちょっと一回ね、まあ、ちょっと荒れたことがありまして、あった、ね、まあ、軽いプチ炎上みたいなのがしちゃいまして、もちろんその個人の、ね、意見だから別にいいんだけどね、そのマッチョ否定派ではあるんだよね。まず最初に肩の筋肉褒めちゃったんだ、これでじゃない、これのせい。だから駒場のこと言ってたんじゃない。あれそうです、駒場さんなんですよ。あの気持ち悪いまでは言ってないから、気持ち悪いっていうか、なんで鍛えるのかちょっとわからないなっていう話をしてて、じゃあ、まあ、それがまあちょっとマッチョたちが、いや何言ってんだみたいな、まあそうだね、マッチョだってスポーツだみたいな、言ったんですよ本当に。マッチョたちも可愛いけどね、嫌なんだやっぱ、まあっまあ、そんな女子にやっぱ知られると嫌だから、それは俺もちょっと、いやムカついた、いや俺は逆に、そのやめてくれと、もうマッチョが、これ以上マッチョがこういう対応すると本当にバカにされるから、そのみんなやめてくれって思ったのよ。本当に俺嫌だったのよ。俺は頑張ってない、そのマッチョとしてテレビ出ること多いから、そのバカにされないようにというか、まあ本質的にバカにされないように、一応広告塔ですよねマッチョね。だからそのどんなにやっぱマッチョいじられしようが、なんかその頑張って返すという感じはしないじゃん、本当に、そうだね、本当にムスッとしたりとかもねないし、そうだね。でもみんなすごい、半分以上のマッチョがムスッとしちゃったから、いやそれはちょっとやめようぜみんなっていうさ、せっかくここまでなんか順調になってきたマッチョもね、だいぶこの国でね、ね、鍛えるのはね、あの普通になってきましたから、なのにちょっとこの一件でね、やっぱマッチョってっていうさ、やっぱりマッチョってやっぱ変だねって、ちょっとマッチョってやっぱ脳が筋肉なのかなっていうか。小島瑠璃子さんは共演したことあるじゃん、それその騒動以降に、そういう時も一応あなたはそういう思ってるんですか、あ小島瑠璃子だって思ってるんですか。思ってますよ。いや俺はだいぶ俺た気まずかったんだから、前のあのスカートジャパンあったよね、スカートジャパンで僕のマッチョな話をする回があって、あったよね、その時にちょっとこじるりさんに確か話振られてて、あダメ、あってなっちゃった俺。気まずったよ。だって向こうはもうそんなね忘れてるのかもしれないし、まあね、そんな大したことじゃない、まあ、駒場のせいですよ全部ね。まあそういうことですね。駒場さんが変態だったから、こじるりさんをおかしくさせちゃった、させちゃったこの童貞野郎が。童貞じゃないです。ミルクボーイっていうのもやっぱ童貞。童貞じゃないですよ。童貞優勝、童貞チャンピオン。ラジオネームひよってるやつ。はい、どうも。マジラブの二人。はい。僕マンションの1階がファミマなので今走って見てきました。さよありがとう。早っ。ありがとう。ごめんね本当。やつありがとう。ありがとうな。忘れてたんですが今の時間めちゃめちゃ清掃中でした。あごめん。そうだ。あ店員さんにいつ終わるか聞いたら6時だって言われました。うわ聞いてもくれてんの。ですのでもう少々お待ちください。ごめん6時終わってんな。待ってくれよ、なんでそこまでしてくれるの。こいつパッシリだな。ごめんね本当、あの4時半で終わんのよこの番組。心の底からパッシリなやつあられたぞ、それ以降あのDM とかで伝えてくれるのかな。ひよってるやついいのよ。 Twitter の DM とかそこまでは言ってない。ひよってんな。全然そこまで言ってないから変われ、そろそろ、でも本当にありがとう、変わってこ、本当にありがとう、ありがとう。でも1階がファミマっていうのはいいね、いいとこ住んでますね、ねえ、いいですよファミマ1階にあったら、ね、うわー分からずかね、写真撮った人とかもいないか、ホットスナック、ね、40% ですもんね。 40% はもう見て分かりますよ、間違いなく分かるよ 40% なんて。ねえ、100グラム、100、そうだね、1.5 倍に近いもんね、
ラジオネーム、はい、ピピルッピ、ファミチキ今日食べました。おこんなことなら写真撮っておけばよかった。あ、大きさですが、うん、マジで言い過ぎなんですけど、うん、ビート板くらいありました。そう、言い過ぎだよ。僕は本当に使い物にならない人間です。そんなヒゲすることないよ、大丈夫よ。なんて言えばいいんだよ。ちょっとその大きさの感覚が人と違うだけで、そのもう積んでるじゃん、うん、俺ら言えることがないじゃん、この人。ごめんね、反省もしちゃってるし自己嫌悪まで言っちゃってるから、うん、でもそのマジで言い過ぎなんですけどっていう自覚にも満ち溢れてるし、うん、その結構その防御がすごいね。で超嘘だし攻めれない、ビート板くらいあるわけないし、もうダメよ、こんな目ないないのと同じよ、このメール。この人面白いね。ああピピルピー、使い物にならない人間ね。使い物にならないメール。本当ピピルピー、うん、ピピルピーのどのぐらい大きかったかっていうのを聞きたいもんね、うん、こういろいろスタドも大盛りにしたらこうなってましたとか。ちょっとさっきのひよってるやつもなんか変だし、うんうん、ちょっと変なリスナーが増えてきたな。ちょっとなんか うまいよね、なんか。なんか良くない、うん、とこに漏れ出したんかな、このラジオ。喧嘩もさせてくれないみたいな。こっちに何もすることができない。 お前らいい加減しろよ、もう送ってくんなよとか言わしてくれないの。このメールを選んだ時点で積んでるっていうか。うまいですね、さすがですね。すごい、もう賢い、あの知恵をつけていますね、皆さん。すごいです、リスナーが強いです、このラジオ。はい、まあ、ありがとうね、メールはね。いやあのさ、はいはい、結構最近ずっとさ、あの鍋食ってんのよ。なんか各所で聞くな、それ。うん、まあ別に俺鍋とか全然こだわりないけど、うん、まあ普通にその低カロリーでサクッと栄養取れるから、まあダイエットにもなる、まあ、ダイエットにもなるし、ね、体にもいいんで、うん、でまあ要はスーパー行く機会増えたんですけど、うん、まあその普段行ってるスーパーは、まあ家の近くにあるのはまあオーケストアなんですけども、うんうん、素晴らしいですね、はい、安くて品揃え豊富で、ね、うん、でオーケストア行って鍋の食材買おうと思ったんですけど、うん、白菜がなくて、まあ、時期とかも関係あるのかね。やっぱりね、冬の方がね、白菜並んでる。ちょっと白菜ないと、僕はあんまキャベツとかであんま鍋やらないんで、うん、白菜ないかったらちょっと鍋どうしようってなって、うん、こっから結構10分以上歩いたところに西友はあるんだけど、うん、10分かとか考えて10分くらい行けばいいよ。いやいいんだけど、まあうーんどうしようかなって思って、うん、あれ、うん、なんか急にね、うん、そのお店が現れたのよ、目の前に。あったんでしょ、もともとは。え、何、分からん、気づいたってこと。いや分からん、俺は諸説あると思ってんだけど、俺が条件満たして現れた可能性があるんだけど、見えるようになった可能性があって、商品立ったのか、かいろいろ説はいくつかの条件があった、うん、必要だったのか。どこですか、成城石。そんなとこじゃねえよそんなとこじゃない。成城石見えてる。そんなに見えてるよ。お前成城石見えてんの。見えてるよ、そのあるだろ、そのルミネ新宿 あの東南口の手前に、まあれ気づいてたの、お前、あの存在に。気づいてたっていうか、買い物もしたことあるよ嘘だろお前、成城石で買ったアイパン買ったことあるよ。マジで、うん、あるある、全然あるよ。いや何、あのオーケストアよりも俺成城石の方が近いんですよあ、それはおかしいね。おかしいよね、それはおかしいね。だから俺条件を満たして現れたんじゃないかって思ってんだよ、うん、その成城石はあるのは分かってて、うん、あるけどちょっと高いっていうか、まあその高級スーパーじゃん、一応ジャンルとしてはね、うん、だから OK に行ってるっていうのならわかるけど、その見えてもないってどういうことなの。なんかその要は認識できないようになってる、条件を満たしてないと、うん、なんつうのあるんだけど、うん、まあ要はそのハンターハンターの、うん、あの存在感完全になくすみたいな、うん、あるんだけど、うん、そのもう認識することができないみたいな状態になってたと思う、うん、正常石が。でやっぱ優勝して収入が増えたことによって、何かしらこの7月にの何かで俺は条件を満たしたなと思う。正常石、収入とか生活態度、あと洋服もお客さんからもらうようになって綺麗になったから、うん、何かしらの条件が全部で達成されて正常石に入れるようになってた。そんな店じゃないのよそんな店じゃないです。消えてったもん、人。誰でも入れます。そこに入っていく人消えてったもん。どういうこと、消えてったって。その前は。
俺が条件満たす前は、うん、その店に入っていく人はどんどん消えてたから、うん、どこに行ったんだろうと思ってた。あ、成城石井に入ってたんだ。成城石井に入ってたんだ。そういうとこじゃないですからね。誰でも入って、うん、あの、ま、間口は広いです。全クリの後に行ける場所ですよ。ようやくそんなとこじゃないから、誰でもが楽しめる素敵なスーパーでございますんでね。入っていいなんて思わないでしょ、成城石井に。なんかいや、だから行ってるっつってんじゃん。僕は行ってたの。入ったの。入った。買ったの。買った。買うもんあった。で、買ったいパン買ったっつってんじゃん。カッチカチの。あそこで、え、新宿とか。新宿のあそこ、うん。ニューデイズじゃなくて。ニューデイズも行くことはあるけど、成城、その商品にハマってた時期があるから、その時は成城石井にしか売ってないから、そう言ってたよ。だってさ、中央線で降りてさ、うん、ルミネに行く途中にさ、うん、絶対ニューデイズ寄りよりかは成城石井の方が近いんですよ。うん、ルミネの中央線の場合はそうだね、うん、一番近い道で行ったら成城石井の隣通るからね。俺ニューデイズはしごしたことあるからな、新宿駅で。なんではしごする必要ない、あれもある買いたいもんこっちねえなみたいな。何を探してんの。あって、それ、うん、探しまくってた時あったけど。成城石井にしか売ってないものがある場合はそりゃ行くしかないじゃん、そんな。なんてやっぱその俺らの知らないスーパーじゃん、成城石井って、うん、その配置もなんか全部知らないくなってない。なんか普通のスーパーではないものがたくさん売られてるじゃん。そうだね、高い位置に置いてあったりとかね。そうそうそう。お前そんなも全部わかんの。全部はそのなんていうのかな、そのスーパーとしての成城石井は僕は正直あんまりその行ったことはないから、うん、あれ、うん、ってかあれ近所にあんの。いや、高円寺にやっぱね成城石井ないのよ多分。高円寺、うん、その誰もさ、そのやっぱ誰も行けんっていう言い方は良くないけど、やっぱりその高円寺にあるにしてはちょっとあれなんで。そんな遠くまで行かなくていいよ、その中野とかさ。んはい、いや高円寺、いやそれ遠くまで行く必要ないじゃん。その中野とか、え、新中野にあんの。新中野、あの丸の内線の新中野って丸の内線のだよね。ないんじゃない、多分見たことはないかな。あ、そう、え、うん、中野は。中野は多分ないんじゃない、分かんないけど、見たことないけど。あ、そう、うん、そうなんだ、うん、探してみたらもうちょい中野、新中野あたりで。なんで。いや、家の近くにあった方がいいだろ。家は高円寺ですよ、私。え、な、なに、どういうこと。だから、うん、しつけーなー。家は高円寺って。しつけーよ、おめえはよ。本気で言ってるので、それ高円寺に家はあるよ、お前。しつけーなー。先週さ、あのラジオ終わってさ、うん、まあそのまま帰ろうと思ってさ、うん、エレベーター乗ろうとしたらさ、斉藤 D がさ、すごいニヤニヤしながら俺の肩トントンして、野田さん、これ見てくださいっつって、お前のタクシーチケット見せてきたのよ。で、あ、タクシーチケットってこの日本放送から目的地の場所書いてあるね。書いてあるね。野田さん見てください。新中野って書いてますよ。うるせえよ本当に。ほっとけよそんなもん。やつやってますねって。あ、やつやってますねって。ほっとけっつうんだよ。どこに帰るかって関係ないでしょあんたに。やつやってますね。何がやつやってますね。いやいやしながら。いいだろ別によ。新中野、高円寺に帰ることだってあるんだから。いいだろ。先週から変わったってことですか。いや変わったから、そのたまたまその先週は新中野の家に帰らなきゃいけなかったんじゃない。それは次の日の予定とか仕事の関係で。ああ。あの何でしたっけ。今ます。え。プロモーション用高円寺の。プロモーション用の家じゃないから。高円寺の家は。プロモーション用高円寺は本宅だから。本宅ですか今。なって本宅とセカンドハウスっていう状態。そう、あなたたちがそんなにも言うならね。あ、うん、そう言うなあんまり。そう、関係ないだろお前たちには。今週はどっち帰るんですか。この後は。なんでそれをさ全国に言わなきゃいけないの。新中野の方がそんぐらい言ったって構わなくない。新中野か高円寺か、新中野か高円寺か言って、じゃあその後ちゃんと確認するけどね、タクシーしてと。今日帰るのはどっちかってこと、うん、新中野だよ。偽高円寺野郎がよ。おい、高円寺を捨てたんだろ、さっさと言えよこの偽高円寺野郎。うるせえ、どっか行け。お前はおめえだよ。
んた今までどこで何してたんだよ。セミを集めてまん丸にしました。マジカルラブリーのオールナイトニッポンゼロ。はい、この時間はマジカルラブリーのオールナイトニッポンゼロをお送りしています。メール、はい、お願いいたします。東京都ラジオネーム、うん、おはよう金曜日、はい、ファミチキのお値段増量キャンペーンですが、うん、お値段増量、お値段っていうか増量か、お値段増量じゃないですか、増量キャンペーン、お肉増量キャンペーンですね、はい、ですがファミチキだけでなく、うん、ホットスナック、サラダ、サンドイッチなど夏場に需要が集まるメニュー20品が対象らしいです。マジで？サラダとかも？クソ変態の駒場さん並みに変態です。駒場並みに？クソ変態にもうなっちゃった。クソ変。クソ変態ボーイ。謝っとかないと後で。クソ変態ボーイ。でもサラダとかもいいな。サンドイッチは何を増量してんだろうね。中の具とかなのかな。普通にパンもでかくなってるのかな。ファミマは、うん、あの三角のサンドイッチ具がありましたっけ。なんか個人、なんかちょっと手作りっぽいやつはないか。いや、手作りっぽいやつはないよ。ローソンだけか。うん、まあ、サラダ、まあ、サンドイッチとかあの袋に入ってる三角形のやつがもう一セット増えてるってこと。うん、どう具が増量でパンパンに入ってるってことかな。超これめっちゃ見ないと分かんねえな。20品対象だから結構よ。明日の昼飯決まっちゃった。私そうだな、サンドイッチとファミチキとつくねでもう最高じゃん。最強だな。うわ、お腹パンパンになるんじゃない。いやこれ見てえな、見ときたいな。これラジオ終わりだったらさ1時間ぐらい待たなきゃいけないじゃん、ホットスナック並ぶまで。マジ見て、ホットスナック無理でもちょっとサンドイッチはこの時間ならあるかもしれんな。ちょっと本当だ、なんだっけ、ひよってるみたいな、こうひよってるやつ、ひよってるやつ、ひよってるやつ聞こえる？じゃ、まあ、いけたらでいいからな。あと一応念のためピピルピーも言っとけ。使い物にならないとしても。いいですいいです、もうちょっとむちゃくちゃなこと言ってくるんで。一応言っとこう。サンドイッチの大きさ確かに。でも残ってるかな、この時間どうかな。ラジオネームロイド、うん、はい、高円寺だけファミチキめっちゃちっちゃかったら受けますよね、うん、二度と送ってくるなよお前。なんだこいつ、あロイド。別にね、もう関係ない。受けねえよ別に。いいじゃん、関係ないんだから。あるよ本当に。もう高円寺背負ってね、私やってんだから。高円寺そんな風に言われたら僕はもう許せないよロイド。あれお前高円寺 T シャツ捨てた？捨ててねえよ。最近見ないけどなんか。あるはあるよ。さあるはあるけども、一応そうよ。そう、別に高円寺住んでないから変えたとかそういうことじゃないのよ。まあとりあえず確認してこいよ、新中のね、ファミマとかです。あんだどうせなんか大梅街道とかに。それファミはあるけども、それ高円寺のやつ行ってくるよ。高円寺のファミ、高円寺のファミはそんなバカにされたら、うん、そんなわざ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 じゃないから。タクシー乗って、タクシー乗らんから。高円寺行くぐらいだったら自転車で行けるから。車に乗るんかい結局。車に乗るんかい。うるせえな。いいです、もう行きましょう、はい、コーナー参ります。エール心のボディービル。どんな状況でも自分にエールを送って気分を盛り上げているからいつもニコニコ、うん、そんな心のボディービルダーの皆さんから自分へのエールを送ってもらっています、うん、これはですね、やっぱ聞くだけで元気にポジティブになれる素敵なコーナーでございます。本当です、最近もどんどんいいメールが増えてますからね。ね、これやっぱ大変な世の中でございますから、うん、このやっぱ心のボディービルを聞いてですね、皆様の心を前向きにさせようって、そういう素晴らしいコーナーでございますんで、ね、ずっとマッチョの話してますね、これ心のボディービル、ね、本当ですね、確かに、うん、札幌市ラジオネーム猫背ファミリー。ありがとうね。綺麗にしてもすぐに汚れてしまう俺の部屋、うん、ケチャップの蓋かい。ああうまい、うまいね。なんかチカチになってるんだよね。あのさ、汚れの中でも特段なんか食いたくなくなる汚れの仕方するよね、ケチャップの蓋。ちょっとね、汚いって感じだ、白いからね。ああ、白いからじゃない、汚れがね、うん、目立つのかな、うん、あれも嫌じゃん、タバスコも嫌だ。あ、タバスコ、タバスコのあのさ、スクリューの部分がさ、もうベトベトになって、あれも嫌なのよ私。まあ俺もマヨネーズ変色した部分はもう嫌だけど、あのちょっと黄色が濃くなってるパターンね、嫌だね、油が浮いてるみたいなね。蓋なんとかしてほしいな。非常にこの髪の毛がシンプルでしたね。綺麗にしてもすぐ汚れてしまう。いい、素晴らしいです、大阪府ラジオネームスルメの天ぷら。はい、どうも、大学の農場実習の時、うん、カエルがいたから捕まえて友達の誰かを驚かそうと思ったけど、うん、よくよく考えたら大学に友達がいなかった俺。
その気づきの遅さ、うん、幼馴染からの恋心に全く気づかない、うん、鈍感系主人公かい、いいように言うなってそんな良くない、いいように言うな、下の句で急激に盛り返してくるんだって。そんな良くないですよ、かわいそう。友達いないだけなんだお前は。なんでカエル捕まえたんだ。カエル捕まえてる時点でもう気づくだろ、友達いねえから捕まえてんだなって。一人でいたんですよね多分。その時点でなんで自分がカエル捕まえてるか気づけ。実習で一人でいるってことはもう、うん、もう若干怪しい状態ですからね。うん、悲しい。いや、うん、でもね、ポジティブに考えてるって意味では心のボディービルになってる。いや、多分面白い子なんだから、うん、できるよ多分、自分をちゃんと解放すれば。諦めるな、諦めんなお前、うん、スルメの天ぷら、うん。ラジオネーム、父は公務員、異文化交流に挑戦だと思い立ち、うん、海外の人が多く泊まる京都のユースホテルに一人でチェックインするも、うん、はいはい、相部屋の中国人2人とスウェーデン人が英語で盛り上がり始め、たまらず、ハバナイスデーとだけ言って部屋を飛び出し、チェックアウトし、カプセルホテルに泊まった俺。その判断の速さと潔さ、リヴァイ兵長かい、いいように言うなって、いいように言うなって。逃げただけだ、逃げただ、逃げただけだ、うん、そ、判断の速さとかじゃないのよ。兵長戦いに行くから、うん、すぐ守りに行くからすぐ逃げたのよ。これは地獄。見たことないだろお前、ハバーナイスでつって帰ってきてリヴァイ兵長。地獄ですねこんなことになったら。辛いね、異文化交流、ね、一応好奇心で向上心はあるんだね、なんか異文化交流。ある程度喋れるんじゃないの、そういうとこに飛び込んでいくんだから。本当だね、うん、もう無理無理だったんかな。でも向こうが合わせてくれると思ったら、うん、向こうも話し相手見つかっちゃったパターンかな。なるほど、 お客さんとしてもてなしてくれると思ったら、あ、うん、無理だって、そんな優しさはなかったのに。大概のことやっぱそのリヴァイ兵長を書いて済むかもしれないな、自分のことリヴァイ兵長だと思い込む。格好つけて、格好つけて、何でもなるから、ね、うん、友達、ね、クールとかさ、人と喋らないとか、ね、全部リヴァイ兵長できるのよ。確かにね、何でもリヴァイ兵長を書いて言う。確かに、ね、いいように言うな、うん。福井県ラジオネームこだわりのコシヒカリ、はい、どうも。コンビニでバイトをしてるときにやることがなくて、うん、店長に指示を仰いだら、うん、飲み物を出してくれと言われて、うん、バックヤードに行ったが、うん、ここはもう大丈夫だから地にあげてと言われて、うん、フライヤーのところに行くと、ここは危ないから外掃除してきてくれると言われ、外に行くと、まあ掃除は一人で十分だから今日は上がっていいよとバイトに入って30分で帰らされた俺、うん、その利用価値のなさ、うん、64コントローラーの左部分かい。あれね、ないんですよ。あれないんですか。あれね、僕は使ったことないんですけど、左を、ゲームによって使うものがあるって説はありました。説があった、ね、要はそのライトポジションっていうんですけど、64の、うん、なんかそのコントローラーのスティックの部分と普通のボタンの部分を押し持つのが、うん、そうだよね、基本です。うん、真ん中の部分、真ん中と右、うん、左と右を持つっていうのは、ね、ファミコンポジションはないんじゃないかな。あんまりこれを64自体が推奨しないからね、ほぼね。64で格ゲーみたいなのなかったの。64で格ゲーはスマブラじゃないですか、もう。あ、でもなっちゃうね。だからそのなんつうのかな、その十字キーでコンボを入れる的な、コマンドを入れるみたいなやつはなかったのかな。推奨しないんじゃないかな。やっぱそうなんだね。あっちの なんていうんだろうね、あそこ。麻雀ゲーム。あ、確かに麻雀ゲームとかカーソルを動かす系のやつは左使ってたかもね。そうかもね。逆にその、うん、レフト持ちってあったかもしれないな、もう十字キーと決定が押せねえじゃないか。十字キースティックだ、それ決定が押せない。何のダブル十字キーどっからそれ。もう決定ボタン押さなくてもいいゲームよ。 Z 後ろ Z だっけ。後ろ Z しかない。 Z しかない。 Z のみで、どうすんだよ右。超十字の操作が難しいゲームとか、その2つ使わないといけないみたいな、あったらね、あんのかね、そのなんかレースゲーム的なものとかでね、 あったら楽しかったかもね。あってもおかしくないかもしれない。 Z のみ、ね、うん、Z のみ。Z のみしか使えない。厳しいよ。 銃みたいに、ね、シューティングゲームとかできるよな多分な。 Z のみだったら、ね、確かにね、左の十字機、右真ん中のあのねスティックと Z で、で面白いのできたかも ね、 ね、奈良県ラジオネームパトス出ます、はい、好きな人に告白して振られてしまい苦笑いで必死にごまかす俺、はい、パンチを食らっても笑い続ける元 K-1 ファイターレイセフォーカイ。ああ、
レイセフォーは知ってますよ。レイセフォー、いや、たまんなかったもんね、レイセフォーとかね。強かったね、かっこよかったよね。あっちの国の方の人でしょ、あのな、サモア的な、違う、ブラジルとかでしょ、あのなな中南海、中米、中南米、中南米みたいな、 あっちのなんか明るい感じの人っぽいイメージでさ、なんかこう楽しく戦うなみたいなね、うん、ボブサップの時あんま笑ってなかった気もするよ、ね、なんかちょっと途中から必死になったのかな、シャレならん、シャレならん、これシャレならんってなったんですかね。ボブサップの時はそうだね、うん、なんかそんな感じしたけど、あ、そうですか、うん、いや懐かしいですね、懐かしい。レイセフォーは知ってますね、私たちでも。確かに、うん、あんま見ないけども、うん、そこまで好きでしたね。何でしたっけ、僕たちが知らなかったあの歌手、はい、アリアナ、違うか、ビリー・アイリッシュ、ビリー・アイリッシュは知らないけど、やっぱレイセフォーは知ってる、うん、でも同じことですから、知ってるっていう、知ってるものと知らないものがあるっていう、そう、うん、レイセフォー知らない方いると思いますから、うん、一緒ですから、ね、一緒です、ね、私たち起きてる現象と、ね、うん、全く同じことですから、そういうことです、はい、バカにしないでください。奈良県ラジオネーム爆速おばちゃん、はい、どうも。食事のスピードが遅い俺、うん、キャベツを食べるウニかい。いや確かに見たことあるよ、そのなんかあのテレビで見たことあるよ、そのそういうあの貝とかがね、なんか物を食べる、カタツムリとか葉っぱ食べるとかね。最近だとアワビ見ましたね、今日アワビ、あ、アワビ見ましたね、昆布を食べるアワビね、うん、本当にこれ、うん、いつ食い終わんのっていうぐらい遅いっすよね。遅いけどね。海底とか、うん、ウニとかそうっすよね。これだ、ずいぶんそのシンプルなのが来た。いや、いいですよ、本当に、うん、分かりやすくて、うん、そうだね、キャベツを食べ、だキャベツを食べるウニ貝はでも、うん、そのもっと悪い方に行っちゃってるけどな、ちょっとな、そうだ、確かポジティブになれるコーナーだから、確かにその下の句が上の句を下回ってくるのはたまに分かんなくなりますよね、こんなに働いてる俺アリ貝とかだったら下になっちゃってるわけで、確かにちょっと、うん、ちょっとポジティブになってはないですよね、なってないから、うん、ちょっと分かんなくなるみたいな、確かにね、このコーナーハイテク機械かいとかだったらまだ、ね、ちょっと上にしてるからね、うん、以上で最後だったんか、今の今の最後だったんですね、これは別にあの優勝とかないです、ね、ないですよ、はい、そう、見返してますけど、64で、はい、ないんですよ、優勝とかは64が優勝なんですか、あるとすれば、あるとすれば64、あ、そうですか、おめでとうございます、はい、というわけで、心のボディビルね、受け付けておりますので、はい、どんどん送ってください、受付メールアドレスは、はい、ml@allnightnippon.com、 ml@allnightnippon.com です、メールの件名に、心マッチョ、新マッチョと書いて送ってください、お待ちしてます。ウニ貝、うん、変態野郎クマバ、クソ変態、クソ変態野郎、いや、まあ、聞いてはないと思いますけど、僕は先輩なんで、おじるり嫌われ、気まずい、ああ、オーロラだ、綺麗だな、オーロラだ、じゃあ犬ぞりで帰ろう、犬ぞりだ、マジカルラブリーのオールナイトニッポンゼロ、この時間はマジカルラブリーのオールナイトニッポンゼロをお送りしています。メール、はい、お願いします、東京都ラジオネームはんぺん侍、はい、っていうか高円寺のコンビニって24時間やってなさそうですよね。おい、いい加減にしろよ、ほんと11時終わりでしたっけ、どこだこいつ、セブンイレブンだからやっぱ、まあ、こいつどこ住んでんだよ、おちけ地形地形地形、いや、もっとね、地方の子がいじってきてんのかと思った、地形、お前に、お前に高円寺を忘れてもらいたいのよ、この人はもう、そうなのね、ああ、同じとこに住んでますって言いたいのよ、いや、やってますから、やってますよ、そんな、うん、やめてください、ね、ラジオネーム、パンダマン、はい、どうも、高円寺には古着のファミチキ売ってるの、どういうことだ、どういうことですか、衣が古着の、やっぱ衣が、衣が古着だ、昔の衣、なんだ昔の衣って、衣だけあげといたやつを昔の、うん、着せてんの、新品っぽいの売ってもらって、なんだと思ってんだ、怖い、やっぱマッチョ衣食わないから、マッチョが剥がしたやつを、その肉だけあげたやつに着せてんの、着せてるんじゃない、そういう着せてるとかじゃないから、ファミチキは高円寺って言ったら、ね、ファミチキにも失礼だから、高円寺にとかファミチキがかわいそう、それは、あ、そっか、うん、高円寺はもうそういうことじゃないんで、うん、知らないんでしょこいつ、
どこのやつだ本当に。所在を示せよ本当。高円寺。どうせ高円寺来たら本当にあのドギマギしちゃうんだから、おしゃれすぎて逃げ帰るんだから。ラジオネームどんどん、クソ変態の駒場さんはこのラジオを聞いて毎日のように 40% 増量したファミチキ食べますが、うん、2人に会ってもそのことを一言も喋りませんよ何が目的なんでしょうね変態。いや、想像で言ってるだけだな、この駒場っていうのは。本当に行くとこまで行ってんな。まあでも確かにさ、ラジオとか聞いてても言わなそうではあるけどね。一番変態かもしんないですね、駒場も。ちょっとやっぱその深掘りしたい人ではあるんで、やっぱ駒場さんはね、ラジオネーム、おとといの2日後、クソ変態である駒場さんは今ファミマに行き、増量しないでください、いつものファミチキくださいとキモすぎるお願いをします。クソ変態じゃねえかよ今までのね全部カロリー計算しちゃってるから、いきなり 40% になられても困っちゃうよ。コマパだってさ、計算してるからずっと。いや、こういういじりされる人じゃないのよすごいこの人格者でだから誰に対しても優しくて、やめて。3つ買って、うん、その 40% 分切っていって、うん、最後 20% にするのかな。それで1個分になるわけやってんだよ。そんな食ってんの。そんなやってんのそんな食ってんだ、うん、1個とかじゃねえんだ。すごい、そんな、はい、まあどんどんいきます。ラジオネーム、うん、ひよってるやつ来た。あ、ひよってるやつ、どうだ。マジラブのお二人、はい、さっきも言ったんですけど、うん、僕マンションの1階がファミマなので今サンドイッチ走って見てきました。ありがとうね。この時間なんで、うん、サンドイッチも全然なくてごめんよチキンとチャーシューのトルティーヤだけあります。力になれずすみません。ごめんねいいやつすぎるよこいつ。本当ごめんね。本当いいやつすぎるな。なんか送ってあげたいよ。ずっといいやつだな。言ってるやつになんかあげたいよ。本当逆にその 40% 増量したなんかファミチキおごるよ。本当に言ってるやつ。言ってあの、うん、会いに来て。ちょっとごめんね、こっちから行くのがなかなか。ファミマおごるか。俺らが買ってくるよ。なかなか行けないから、うん、ちょっと椅子とか座っていいから、椅子とか座って待っててもらって、うん、俺らが走ってファミマ行ってくるから。そうね、うん、ちょっともうちょっと状況落ち着いたら全然出待ちとかいて、うん、おごるから。全然大丈夫から、うんうん、ごめんね。もう行かなくていいからな、うんうん、ありがとうね。ありがとうね、ごめんね、うん、ゆっくり寝てね。ひよってるやつね、うん。ラジオネーム、ピピルピ増量されたサンドイッチ見てきました。ありがとうね、うん、言い過ぎなんですけど、うん、雑誌くらいでかかったです見てきたっていうのから嘘です。僕は何も取り柄がありませんだから防御線張る、防御するなって。なんだよ こいつ。こっちから言えないようにするなって。斬新じゃん、いらんのよ。すごいこいつ。いらんのよ最後の一文。おめえ 何もできんねえなって俺らに言わしてくれよ。僕は何も取り柄がありませんっていうその。そんなことないよ。ない、その言うな、うん、そんなこと。すごい。うん、嘘、それ分かってるよこっちも。その雑誌くらいでかくはないよ当然。雑誌っていうチョイスももう絶妙じゃないなんか。なんかこの雑誌ってさ、うん、なんかこう気取ってなくていいよすごく。ピルピ、うん、ピピルピ、これちょっと注目したいな、ピピルピに。ピルピな、うん、ひよってるやつとピピルピ。ごめんね、本当あの、うん、あのもうあと十数分で終わるから寝てね。出て、本当、うん、ありがとうね。お前寝た方がいいよ、ピピルピ。お前みたいなやつは。お前みたいなやつはとか言うなよ。じゃあ寝て。寝て、お前みたいなやつたくさん寝ないと、うん、あおめえはさ、お前たくさん寝てたくさん食ってさ、何の悩みもなくさ生きていこうぜ。ないんですよ、寝ないからおかしくなってるから。個人的に情報ないんですけど、何歳とかもこれ何にもないんですよ。何歳とか、なんねえけどお前のことさ、どこにいる人とか。いやちょっとピピルピー、あー今日ぐらいゆっくりしてさ、うん、あったかい風呂入ってさ、あーくつろいでさ何も考えずにさ、その本当に取り柄があるかないかはそれもう分からない。何やねんぼーっとしてさ。そんな判断やめてあげてください。何ぼーっとして生きてきゃいいなよ。やめろよお前メールとか打つことはできてるんだから、うん、そんなそのやばいやつじゃないと思います。好きな動画とか好きなアニメとか見てさ、まあまあそれはね、うん、そうそう、ピルピルね、ありがとうね、人生送ってくれ、うん、ありがとうね、うん、さあじゃあちょっと一曲、あそうですね、引き続きお待ちしておりますということで、受付メールアドレスは、はい、ml@allnightnippon.com ml@allnightnippon.com です。一曲いきましょう、長澤智之、チューブラの歌。おい、マ
ジカルラブリーのオールナイトニッポンゼロ。マジカルラブリーのオールナイトニッポンゼロ、そろそろお別れのお時間でございます。なんかいろいろあったな、なんかいろんなことが起きたな今日は。すごい素敵なリスナーさんとも出会いましたよね。やっぱまだまだいろんなリスナーいるんだなって思いましたね。本当にありがとうね、みんな。本当にこうみんなに支えられて、私たちはそんな支えてくれてるリスナーに、なんかパシリみたいなことしてごめんなんで。いや、パシリじゃん。まあ、確かに今日はね、ちょっと頼むって言っちゃったからあれだけど、結構短い時間にファミマ行ってたじゃん、走ってるぜ多分ちょっと聞きながらね、ちょっと走ってたさ。ありがとうね、本当ね。ラジオネーム、ひよってるやつ、マジラブのお二人、はい、僕はまた何かファミチキに関するお願いが来ると思い、メールを送った後、業界の闇が書かれている分厚い漫画を立ち読みしながら待っていました。そしたらもう帰っていいと言われ、自分の空気に読めてたさにハッとしました。もっと目立ちたいと思ってファミマで待機していた自分が恥ずかしいです。日が昇る前にちゃんと寝ます。ごめん。待機して。もうその、あの、お前な、あの、根っからなのよ。もう、そこから直さないといけないかもしれない。根っからパシリになっちゃってるから。根っからパシリだから、もう。日和すぎなのよ。全然、釣り。別に呼ばれても別にお願いされても断っていいんだから、そう、なんかおい行ってきてやったぜの方がやっぱり距離は縮めやすいのよ、こっちも。そうそう、うん、業界の闇のあれはさ、その本当にやることない時に呼ぶやつだから。やることない時には最適なんだけど、最適なんだけど、一応まあ深夜で寝た方がいいと思うから。そうね。自分の空気に読めてなさにハッとしました。いや、全然そんなことないよ。全然そんなことないから、ね、全然そんなことない。俺らの方が読めてなかったわ。帰っていいなんて言って。で、そうだね、僕らひよってるやつだったらもしかしたらいてくれるかもしれないから、ちょっと他のものないか探してくれとかね。俺らは全然空気読めてなかった。こっちが悪い、こっちが悪い。ハッとした、ごめんね。完全にハッとしました。本当に謝ってばっかりごめんね、本当にね。ラジオネームつよし、クソ変態の駒場さんですが、このラジオを聞いた後、はい、走って、ミニストップに行くと思います。変態、このラジオ聞いても、逆にミニストップ行っちゃう。ミニストップの別に増量になってないやつのなんかホットスナック買って。変態、いつも通りだなって思う、思うって言わない、そのこと。人に言ったんだよ、もう言わない。言わない。変態。恐ろしいよね。こういうタイプの変態って分かりづらいからやっぱ立ち悪いですよね。そういう人じゃないですからね、駒場さんは。僕は言っとくけど、だから後輩なんです、僕、駒場さんの。あなたは先輩だからいいかもしれないけど、なかなか同じテンションでいじれないです、僕、駒場さん。俺ももう、まともに面と向かって会話できないかもしれない。そんなことないです。駒場とはもう。全然ちゃんと会話もできる方なんでね、大丈夫でございますんで。ありがとうね、今日はね。まあ、とりあえず俺はもうファミマにちょっと行こう。そうですね、私も行きます。お昼にね行きますのでね、はい、お願いいたします。ミクチャでは、番組終了後にアフタートークがありますので、そちらもぜひご覧いただきたいと思います。日本放送でお聞きの方はこの後4時半から、上柳雅彦朝ぼらけでございます。ぜひお聞きください。はい、というわけでここまでのお相手はマジカルラブリーの村上と野田クリスタルちゃんでした。ありがとうございます。バイバイ、バイバーイ。村上です。その両乳首です。マジカルラブリーです。お願いします。はい、ちゅうわけでマジカルラブリーのオールナイトニッポンゼロミクチャ限定のアフタートークでございまーす。いやー、本当にね、いろいろありましたけどもね。ただね、ちょっと、まあ、配信も、ラジオ自体が本編がすごい盛り上がってたんで、うん、なかなか言えなかったっていうか、まあ、まあ、実際言うつもりもなかったんで、はい、途中でね気づいて、なんですか、4時過ぎぐらいから。はい、マジかと思ったんですけど、ちょっと僕の横なんですけども、うん、前回僕言いましたよね、そのなんか熱下げるためにしこった方がいいんじゃないかっていう。ああ、そうだね、言ってた。何でしこればいいんだみたいな話よくしてたじゃないですか。どうしたんですか。途中で見つけちゃったんですよ。何ですか。まずティッシュあるじゃないですか。まあティッシュは普段あるんじゃないですか、はい、途中で見つけてトラップが。え、これなんですか。用意してくれてたんですか。何ですか。たまたまですか。トラップが仕掛けられてました。斉藤さんの私物がここにたまたまあって。え、ない、え、じゃあもう。サンプル、見本って書いてある。じゃあ、しこっていいってこと、このブースで。
どういうことなの？そう、物揃えたらやっちゃうよっていうことですよ、こっちは。ねえ、いいんですか？トラップじゃん、じゃあ。なんとか。こっち仕込み出したら。出てないですよ。うん、でもそれトラップじゃん、こんな置かれたら。熱出てなくても用意されたらやっちゃうよってことですよ、本当に。ああ、やっちゃダメですよっていうのはもうそれで仕込み出してさ。オナニーしたいこの中側とさせたくない外側の戦いでしょ、ラジオっていうのは。それでこんなん用意されて。しこったら怒られるんでしょ、うん、そうですよ、さすがにだってね、このだってここに出入りされてる方たちでしょ本当に嫌だと思うよ、あの女子アナの方たち。それ込みだろおめえ。マジカルラブリーのやつ私たちでオナニーしたらしいよって、これ最悪ですから。それ込みだろお前。それ込みなわけねえだろお前、アナウンサーさんなんてやめろよ本当に。いやちょっとファミチキ食べたいですね、まあ、マジで食べたいですよ。でも今日は寝なきゃダメですよ、だって一応キングオブコントありますから。そうなんですよね、はい、お昼今日、寝て起きてお昼からキングオブコント準々決勝ですから ね、うん、頑張りたいですね。起きるんでしょうかねちゃんとね。うん、私その前にも一個ちょっと仕事ありましたね、はいはい、うん、心配ですね。キングオブコントでも、うん、まあすげえ偉そうなこと言うと、はい、やっぱちょっとなんでしょう、楽しみになりましたね今年からようやく。うん、うん、なんかいやまあそのこんな考え方は良くないってなるかもしれない、別に負けたとてっていうね、うん、うん、まあ悔しいし負けるのだいぶ恥ずかしいけど、うん、まあなんつうんだろう、ずなんかすごい長期的に見れるようになりましたね、ねこの大会は、うん、あ精神には関わらんとかもある、急いで取んなくていいと思っちゃうと、うん、なんか、まあ、今年無理でも来年かっていう気持ちはちょっとあるかもしれないです ね、うん、ね、まあ別に休みながらね出たい時に出るっていうスタイルにしてもいいだろうしね、うん、それはね、うん、だからまあ楽しみたいですね、うん、でも多分周りのさあの予選出てるあの前後の人とかあんま見れないかもね、その仕事もあるしコロナとかのあれで、多分コロナの関係で多分人の制限、ね、そうだよね、いやめっちゃ見たいんだけどね、明日楽しそうだよね、鳥チョコンヌで。そうだね、うん、アルコさんとかも明日じゃなかった、あれアルコさん、ね、あ確か明日アルコさんとかもいたし、うん、楽しそうですけどね。明後日の交番とか見ました、うん、面白かったですね。ちょろっと見ました。あトップバッターモダンタイムズ、トップバッターモダンタイムズ面白かったですね。なんとか頑張っていただきたいです、はい、ここは、お願いいたします。頑張ってください、頑張ってください、というわけでマジカルラブリーのオールナイトニッポンゼロは毎週木曜深夜3時からミクシャでライブ配信しています。誰でも無料でスタジオの様子を見ながらオールナイトニッポンゼロの放送を楽しむことができます。そして放送終了後のミクシャ限定アフタートークはオールナイトニッポンゼロは公式アカウントムービー機能でいつでも見ることができますので、ぜひぜひ皆さんご覧ください、ね、というわけで、マジカルラブリーのオールナイトニッポンゼロ村上と野田栗ちゃんでした。また来週、バイバイ、バイ。